はい、えー、DBCLS というところから来ました小野広正と申します、えーと。我々のセンターも NBTC と同じく名前が長いちゃんと書くと何文字あるんですかね30文字ぐらいあるんですけど、えー、これ全部言ってられないので我々いつも DBCLS、DBCLS と言っています。よろししくお願いします。す今日ははででねあの、プロ向けでは プロも,もちろんプロの人も使ってるんですけれどもあのそれじゃなくてもあのこういう生命科学に興味のある一般の方でも使えるようなデータベースはないのかとそれを紹介してくれということで、えー、とお題をいただきましたので、まあ、今日から使えるとまさにあの本来ここ、えー、とインターネットがあったら皆さんにお手元で使っていただきたかったんですけどちょっとそれは設備上ないということなのであのご自宅等に帰られてからですねぜひ使っていただければいいなと思います。 でちょっとこの辺は時間もないのですっ飛ばしますが資料になっておりますのでご覧になってくださいツイッターとかやってますで私、えっと 最初はですねあの普通にこうウェットとドライって書いてあるんですけどこれはあの生命科学の分野でよく言われるそのウェットっていうのはあのいわゆる実験生物学者のこと実験をしてこう研究を進めていくというスタイルのことを、まあ、よくウェットと言います。でドライというのは、まあ、まさにこのデータベースとかを作ったりとかあとはコンピューターをメインにして仕事をするような立場の研究者のことを、まあ、ドライの研究者なんていうことを言うんですけど。 私は最初の学生の時はあのそれこそウェットの研究室でやっておりましてでどんどんこう学年が進むにつれてドライの方に移ってきたと、まあ、そんなようなあの経歴です。で現在はですね、まあ、その辺の経験等を生かしてあのこういうこ,これから紹介しますけれども。 生命科学分野の使えるデータベースとかウェブツールっていうのがたくさんあるわけですけれどもその使い方をですね動画で紹介をするというあのサービスをやってそれの編集をやったりですねあとはまさにその正常な組織とか細胞とかよく実験で使ったりまあ皆さんも体のことは興味あると思うんですけれどもそこの遺伝子発現のデータをですねあの簡単に検索できるこういうデータベースなんていうのを作ったりしています。 ままたたここういううういいい講講習会とかで、まあ、こういう講師をしたりしりていますそれでちょっと非常にまたこれ分かりにくいあの話でいくつもこう略称のある研究所が出てくるじゃないかと思って混乱されてる方たくさんいると思うんですけれども、えー、と先ほどの箕輪さんがここの NBDC の話をされましたけれども JST っていう国の中にいるんですけれども我々はまた別の研究機構が ありましでそこの中っていうのは、えー、と国立遺伝学研究所まさにこの三島にある遺伝学研究所とまあ兄弟研究所みたいな形にあの組織上はなります。でこの遺伝研の中に DDBJ というものが入っていると。 dna のバンクが入っってていいるととうことになっておりますでその、まあ、そことですねまあ、協力連携しなさいということであの5人のメンバーがですねこの実は、えー、DBCLS は三島にもラボがありまして実はこの遺伝研の中にオフィスが来ておりますで、私もそのうちの1人なんですけれども、えー、と三島とあと柏の千葉県の柏市の方にオフィスがあって2つこうあると。でそれぞれぞまあ NBDC とは共同研究をして DDBJ 遺伝犬とはまあ協力連携をしていきなさいよとまあそういう形であの研究開発を進めているところというふうにご理解いただければよろしいかなと思いますはいで私の会は、えー、ともうちょっと時間もないのでパッパッとですねあのサービスを淡々と紹介していくというあの形にしていきたいと思いますそれで これから紹介する2つのサービスだけとりあえずですね、覚えて帰っていただければ、あの、今回ここにお集まりいただいた、あの、成果なのかなというふうに考えておりますので、まず2つ非常に重要な、あの、サービスを紹介したいと思います。で、その1つが、統合 TV、あの、これ私が担当していて、あの、手前味噌で申し訳ないんですけど、あの、非常にアクセスの多い人気サービスの1つです。 で、えーまあ、統合 TV ということなんであのまさに先ほど繰り返しになりますけれども生命科学分野の使えるデータベースツールを動画でこう手取り足取りですね紹介をするとでなんでこれ動画かというとあのよくこういうのってあの書籍とかあとインターネットとかでよく紹介をされるんですけどあのこう写真を撮ってこの画面の写真を撮ってそこにこう説明文が出てくるみたいな形の紹介のされ方をするんですけど皆さんご経験あるかどうかわかんないですけど あのそういうのってよく見ても分かんないんですよね画面が例えば変わってたりとかひどい話だと全然インターフェースが変わっててなんだこれみたいな話になったりもするので,、まあ、でどうやってこの画面が映ってったのかなんていうのが分かんなかったりします分からない人ほどなのでそこを動画でこう画面が映っていくところを撮ってあげれば、まあ、そのままコピーしてできますよねっていうようなところで、えー、と動画で紹介をするというのを始めたのがこれが10年ぐらい前。 から始まっているサービスですでおかげさまでですねコンテンツがどんどん溜まっておりまして、えー、とこの数字少し古いんですけれども、まあ、およそ1200件ぐらい10年間やって1200件ぐらいの解説動画を公開しております。これあのもちろんあ今後ですねずっと出てくるサービスは無料で誰でも使えますので、えーとはい、使ってみてください。でそれでえー ここに出てくるものはです、ね、その生命科学研究を進める上で、まあ、これは絶対知っといた方がいいよなというようなところをです、ね、あの中心に、まあ、全て完全に網羅しているわけではないんですけれどもこれだけは抑えておきたいというようなところを網羅しております。なので対象としては主にです、ね、その例えば研究室に入ってきたばかりの大学生、まあ、3年生4年生とかあと修士の学生さんぐらいの えとまたある程度ちょっと生物の知識はいるかもしれないんですけれどもそのぐらいの学生さんでもわかるような,あのない平易な言葉で書くようにしておりますでま全くその生物のことが知らない人が見るとちょっと難しいかもしれないんですけれどもある程度調べながらであればあの十分理解できる内容になっていると思います。あとはですね初心者 のみならずですねいわゆる先ほどちょっと出てきましたけれどもバイオインフォマティクスっていう生物情報学みたいなコンピューターを使ってデータベースとかこうデータをグリグリやるみたいなそういうところのですねこういう難しいあの黒い画面がこう出てきてなんかバーとかハッカーとかこうやってる画面が出てくると思うんですけどああいうようなことが実は簡単にできるんですねまあそんなようなコマンドラインとかっていうんですけど、まあ、そういう操作まででですね実際こういう動画で紹介をしているというような内容になっています。 でこの統合 TV はあの裏で,で、ね、YouTube 皆さん YouTube は使ったことありますよね統合 TV は知らなくても YouTube は使ったことあると思うんですけれども YouTube に全く同じ動画が全て上がっておりますのでこちらのインターフェースちょっと気に入らないなという方でも YouTube でこうやって統合 TV と検索をしていただければあの全ての動画がこんな感じで出てきますで YouTube の使い方は皆さんの方が 使い慣れていると思いますので、あの非常にあの快適に動画をご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。でこちらはちょっとあの管理者しか見れないんですけど、ちょっと面白い統計なので貼ってみたんですが、ちょっと古いですが、もうすぐですね75万再生ぐらい来ます。来ました。で、えー、再生時間も3万8000時間で何日かかるんだというぐらいのあの。 時間数なんですけれどもこのぐらいの再生数再生時間を皆さんにご視聴いただいているというふうになっております。でおかげさまでこんなふうに開始からですねあの右肩上がりで上がってきております。であとであすねあののいわゆるそのど 動画でそのデータベースの使い方をやってますよという話なんですけれどもあの個別にこういう講習会のですねあの、まあ、今回もそこで撮っておりますけれどもあの講習会の様子をすべてで録画してですねあの後日振り返ってあの復習等できるようにあのそういう体制も整えておりましてこれなんかはえっと一昨年ぐらいですねあのやったものとか。 が出てますでここに実際にこうやって喋って講師の先生がしゃべってる様子が出てきてですねこの下に、あのー、その講習で使ったテキストの情報が出てますのでまさにこ,のここに予定があっていけなかった方もですねあこれ聞きたかったんだということで、えー、とこれを見,見ながらですね実際のこういうハンズオンの、えー、と実習ができるようになっています。 であとはですねこれちょっとあの最近加わったんですけど動画以外にいわゆる静止画も我々の方で提供しております。こういうイラスト生命科学に関係するイラストをですねあのいろんな人に書いていただいて、えー、とここに集めています。でででななんでこんなこここととやっっててるかっていうううすねこういう 絵絵っって、まあ、もちちろん絵心ののない方はちょっと描くの大変ですよねでもポスターでやっぱりこういう絵があると説明しやすかったりするんですけど例えばこれインターネットからですね画像検索して撮ってくるとあの著作権がとかってね皆さん最近こう敏感になっててなかなかお呼び越しになってしまうようなところがあるんですけど、まあ、その辺をですねこういうクレジットを明記してさえいただければまあ転載していただいたりそれを少し色を変えたり形を変えたりとかあと再利用して他の 人にあげたりとかっていうこともあのできますよというふうにそのライセンスをちゃんと書いて提供しているというのが一つの特徴で、えー、と各種ですねいろんな研究者の方の研究発表のスライドとかあと論文の図にしてもらったりとか、まあ、いろんな使い方をしていただいてますなのでまあこれなんかは特にねその生物の知識がなくてもあなんかかわいいマウスの絵だなあのモルモットの絵だなとかちょっとなんか学校のあれで使ってみようかなとかっていうので使っていただけるような絵なんかも ありますし結構専門的なこんなような絵なんかも各種いろいろ取り揃えておりますのでこちらも合わせてご利用ください。これはちょっとまたプロ向けの話なんですけどあの最近こう次世代シーケンサーとかっていうすごいすごいシーケンサーが出てきて塩基配列を読む 実験手法が出てきてき猫もも NGS というあの状況なんですけどそれを勉強するためにですね1週間ぐらい研究者がこ合宿というかあの箱詰めになっててでですすね勉強してるんです2014年に3年間ぐらい今やってるんですけどこれの動画も全て撮っておりまして全部これ YouTube に上がってますけれども一つの動画で例えば5時間とか4時間とかになってますこんな動画見たことありますか YouTube で。ないですよね。 あのまあ、一応載せ,せることができるんですなのでこれ全部見るとこのぐらい時間かかるんですけどあの結構がっつりやってますのであの習得したいなこういう技術を勉強した本当に本当に勉強したいなとこれで飯を食っていきたいなと思う方は騙されたと思ってこれ見ていただくと結構実りはあるものになるんじゃないかなというふうに思いますはいこれ一つ目でした統合 TV でした でもう一つまた全然違うサービスになります。でこちらがですねあの新着論文レビューっていうサービスであともう一つ似たサービスで領域融合レビューっていうあのサービスなんですけれども、えー、とこれ2個目ですこれ覚えて帰ってください。えー、とこれはですねあの論文がこうもう毎日毎日こう我々の業界に出てるわけなんですけれどもなかなかその、まあ、当然プロの研究者はもう英語でバリバリ読んでですねあの新しい知見を得てるわけなんですけれどもなかなかその プロであってもちょっと専門が外れたりすると英語現著論文を読み,下すの読み込んで何が面白いのかなとかっていうのが分かるのがなかなか難しいという状況がありますがこのサービスはですねあの日本人が著者の論文をですねあの毎日毎日こう出たか出なかったかっていうのをチェックをしてで日本人が著者に含まれている場合にですねその著者の方に直接メールをしてですねあなたの論文出た論文をですね日本語でこう 読み下してくださいとで他の分野の人日本人の他の分野の人にあなたの研究の面白さが分かるように書いてくださいっていう依頼をしてですね OK ですよっていうのを受けた場合にこういう日本語でその論文のレビューを書いてもらうとそういうようなサービスになってますます。こでこれ非常にですねあのサービスとして早くてその論文が出てから遅くとも OK を頂い,いた場合には30日以内1ヶ月以内ぐらいにはその日本語版が出ていると。 いう統計が出ておりますでこれもですねちょっと内容としてはやはり少しこうこ,こに書きましたけれども生命科学全般に関わる教員とか研究者とは大学院生学生を対象としているので一般の方がじゃあ日本語で書いてあったからっつってわかるかっていうとちょっとそういうものではないんですけれども、まあ、それでも、まあ、日本語で英語で書いてあるよりは日本語でこういうあそういうことなのかみたいなことがわかると。 いいかなというふうにここですね。えっと異なる読者にもその論文の先進性とか面白さがわかるように編集を加えていると、まあ、そういうものになっています。でこちらもですねクレジットをちゃんと書いていただければあの自由に使えますよというちゃんとあのライセンスを表記しておりますので、例えばご自身のブログでこういうのを引用したりとかっていうことも自由にあのやっていただけます。でそれがえっとこちらがですね一個一個の論文を解説する方がえっと新着論文レビューの方です。 で下の方はこの兄弟サービスで一個一個の論文ではなくてある一定のその学術分野に関して今こういう状況ですよっていうようなものをですね日本のそのいわゆるその分野の第一人者の先生なんかに依頼をしてですねある程度例えばこれだと。 染色体 DNA の複製開始の機構っていうのは今例えば2016年の一番新しい研究ではこんなことが分かってますよっていう,ようないわゆる、まあ、こういうことをレビューとかって言うんですけどあのそこを日本語でレビューしてもらうというふうになってますでこっちがより最新のものでこっちがある程度、えー、と分野としてまとまった知識を日本語化したものと、まあ、そんな風に考えていただければいいかなというふうに思います。これもただでで無料であの ご覧いただけて登録等もありませんので新着論文レビュー領域融合レビューとかあの Google に入れていただくとすぐ出てきますのでご覧になってください。はい あと10分ぐらいなんですすけどささっ,さっさとときますあとはちょっとここからはですねちょっと個別の話にいろいろなってくるので全然あのフォーカスが当たらないような方もいらっしゃるかもしれませんのであのご興味ある方はあのお付き合いください。でこのサービスはですねあの英語の文章を書くときにあの例えばここに例に出てるのはですね「BeAsociated」って書いてあるんですけど何かに関連するとかっていう英語を書きたいっていう場合が、まあ、プロの研究者の場合はあるんですけど。 我々日本人はなかなかこの前置詞とかに弱いわけですよね。be associated with to with in that とかってなるわけですよね。まあ、そんな時にあの実際の英語の文章の中で表現がたくさん出てきたら多分それが正解だよねという、まあ、そういうあの集合値的なあの考え方であの実際にです、ね、あの英語の論文がたくさんたまっているデータベースを全部ダウンロードしてきてです、ね、そこからこれ用語の解析をしてその統計を出してくれるというそういうサービスです。 そこからするとですね BeAsociated に続く言葉はですね BeAsociatedWith っていうのがおよそ15万件出てくるというふうになっているのでああじゃあ多分これは With が正解だなと思われるわけです。まあ、ちゃんとですねあの辞書等で調べる必要あるんですけど、まあ、簡単に調べるとしたら、まあ、こういうサービスがあります。今私がしゃべったことがここに書いてあります。 これはちょっと英語を書かない人には全く響かないサービスなんですけど、英語を書かれるこれプロの研究者でも使いますし私ももちろん使いますので非常に気が利いいてて便利だと思いますあともう一つは、えー、とこれです、ね、アリーと言いますがこれ略語略語をです、ね、あのかなりフォーカスして調べられるサービスで、えー、と略語で一番まあ皆さん一般の人も含めて身近というと iPS 細胞ってありますよね。 iPS 細胞って、ま、皆さん分か,分かるとご存知だと思うんですけれども iPS って何の略だか知ってますかそらんじてる方いらっしゃいますあら皆さん分か,分からないですか ?iPS ですよ。 あと iPS って言われてもじゃ,あじゃあ何の略だったっけっていうことはよくあると思うんですね。まあ、そんな時に、まあ、例えばウィキペディア調べたら、まあ、出てくるんですけど iPS って入れていただくと他の業界で iPS っていう略称を使われてるケースもあるんですよね。 幹細胞あのステムセルの分野では iPS って言ったら iPS 細胞しかないんですけど他の工学とか医学とか言ったら iPS っていうのは実は違うあのこと文脈で語られてるなんていうことはよくあることなんで,でそうするといろんな分野を超えてですね iPS って例えばここに入れていただくといろんな iPS が出てきますで iPS はこういう略称ですよであともっと優れてるのはその iPS っていう言葉がいつ初めてこのように出てきたかっていうことを検索できる。 これは多分 Wikipedia にもあんま載ってないと思うんですけれども、まあ、そんなようなのも検索できるようになっています、はい、あとは略語を作るときにもうすでにその略語がすごい有名だとですねあの Google 検索したときにバッティングしてなかなかヒットしないなんていうそういう現象が出てくるので、まあ、そういうこういう使い方も一つ考えられますでもう一つはえっと これ実はですね DBC レスのオフィシャルのサービスではないんですけどあのこれを作った人が DBC レスの人なので一応載せてありますであのこれ文章を比較するっていう、まあ、結構いろんなあのライフサイエンスに限らずいろんな分野で分野でというか生活の局所局所で使うと思うんですけどそんなようなのがウェブですぐできますよっていうサービスですこの左と右の文章非常に似てるように見えるんですけど全然違うんですねあの語色が入ってたりするんですけど、まあ、こんなようなのをあの一発で ボタンピッと押すとどこが違うかこの青いところが違うんですけどっていうのが一発で分かるあのものになってます。でこんな別にそんなすごくないじゃないかと思われるかもしれないんですけどこれいろんなですねあのワードの文章はもちろんなんですけどコンピューターのソースコードとかあとは例えば遺伝子のリストみたいなのがこう一列バーってあったときに。 まあ5個とか10個なら目で見てどれが違うか分かると思うんですけどこれがね100個500個1,000個になったどれときにどれがどれだけ違うかっていうのはなかなか比較して調べるのって難しいんですけどそれを簡単に調べられるようになってます。で名前がちょっとこの「ディフフとかっていう名前ですけど結構気が利いて使えるサービスです。でこれを作った人がもともと何をやってたかというとあのちゃんと真面目な仕事もしてましてですねあのこういう「あのグーグルなってみます。 こっちはゲゲゲノムって言いますけれどもあのこういう塩基配列をもう高速に検索をするっていう、まあ、専門家の人なんですが、まあ、こういうサービスを作ってますでこれも一般の人がどのぐらい使うかっていうのはちょっと分かりませんけれども遺伝子を Google 検索するとしたことってあります皆さんないですかねありますか例えばがんのがん関係のの遺遺伝伝子子ででっていいうすすごい有名な遺伝子があるんですけどがんの 抑制何かニュースとか出てきて調べたりするんですけどなかなかその延基配列をじゃあ知りたいとかどういう論文が出てるのか知りたいとかって言った時に Google で検索をするといろいろノイズが全然関係ない情報が出てきたりとかっていう状況はあったりしませんかね、まあ、そんな時に Google で調べちゃダメだよっていう意味でググル g ググレって言いますよね Google で検索しろっていうことをググレググ e レとかって僕らよく言うんですけどそうではなくてググ e なで調べる。 といいいううう意味合いでこういう名前になっておりますで遺伝子について調べたくなったらこのググルナというところでここの検索窓にですね塩基配列を入れていただいてもいいし、えー、と論文中に出てくる塩基配列とかアミノ酸配列とか入れたり遺伝子の名前を入れたりとか、まあ、そんなようなことをしていただくと一瞬で返ってきますでい,いつ初めてこの論文があの世界に公表されたのかなんていう情報もここを見に行くと。 出ててくるようになっていますでそれはかっこ、えー、っと一個一個の遺伝子に調べるのがググルなでゲノム遺伝子とゲノムの違いって実はあるんですけど、まあ、一般の皆さんにはちょっとわからないかもしれないんですけどそれのゲノム版がこちらだと考えていただければ結構です。はい、ちょっと難しいですねねこれは、ねはい、あとは最近あのゲノム編集。 よく NHK スペシャルとかで最近よく特集されるようになりましたけど今ホットなあの技術ですがこれもですねあの我々のところでクリスパーダイレクトなんていうサービスがあってそのゲノム編集に使うですねあの実験道具をここで簡単にデザインできるサービスなんていうのも実は我々の方で提供をしておりますあとはこれレフェックスといった私があの開発担当しておりますけれども、えー、とこれも非常にこういう簡単なインターフェースでですね例えば 肝臓でたくさん発現している遺伝子なんだっけっていうのをワンタッチで検索できるようなサービスになってますでこういうところであの遺伝子の発現をですねこう測ったデータっていうのは世にいっぱい出てるんですけどなかなか普通の人が使おうと思うと使えない状況がありますのでそこのところを我々の方であらかじめあの整理をしておいてこういうインターフェースで検索できるようにしているものですなので、えーとまあ、よく論文とかでニュースとかでこういう遺伝子が何かなんでしょうねあの がんに効くとかいろいろ出てくると思うんですけど、そういう遺伝子はじゃあ体のどこで働いているのかななんていうのを、ここのサービスを使っていただくとですね、簡単に調べるようなことができるようになっております。あとはこれは結構もうプロ向けなんですけど、あの世にですね、たくさん使えるデータって出てきているんですけど、なかなかあのプロの研究者でさえもですね、あのすぐに活用できる形になって、 おりません多くの場合はそれをですねあらかじめ我々の方であの国立遺伝学研究所の、えー、とスーパーコンピューターを使ってそういうデータをですねあらかじめ計算をしておいて、えー、と研究者ユーザーの方が、えー、と簡単に検索をしてですねあの使えるようなこういうチップアトラスなんていう仕組みもですね我々の方で研究開発として進めて開発あの公開をしております。 というわけですみません、駆き足になってしまいましたけれども、えー、と一応今日から使える便利な生命科学系公共データベースということで後ろの方に出てきたやつはちょっと一般の方が使うとなるとなかなかちょっとこうお尻込みしてしまうような形があると思うんですけれども最初にあの説明した2つなんかは結構簡単に 使使えると思いいますのでぜひ使ってみてみくださいでこれはの研究者の方にもこれここういういのスライド出してるんですけどこういうデータベース公共のデータベース我々整備をしていますけれどもちょっとデータベースとかっていうと身構えちゃう方いらっしゃるんですけどいわゆるこれは研究する時の顕微鏡で細胞を見たりとかあと実験の試薬をこう混ぜたりする実験をするわけなんですけどそれと同じ道具では、まあ、ツールですよっていう話をしています。 で今、最新の情報っていうのはまさにこの2017年現在はもうインターネット検索を駆使しないとなかなか最新の情報を得られないという状況になってますのでぜひ活用してほしいというメッセージです。であとはですねこの便利な道具があることを分かれば知らない人が結構多いんですね知らない人が多いんですけど知ってしまえばあとその使い方さえ分かればですねあとはその個人のですねあの情報分析力とかあと想像力これがあの、まあ、研究する人のまセンスだと私は思うんですけど そこの勝負で皆さん戦ってるというふうに思っていただければよろしいのかなと思います。であとは困ったら統合 TV をまず見に来ていただいてですね調べていただくといいのかなというふうに思いますあとはもうこの辺ですね公共データベースということで皆さんの税金でいろいろやってるわけなんですけど まあ、いろいろこういう役に立ったなと思ったら、まあ、ぜひです、ね、引用とかクレジットをしていただかないと我々のこういう公共データベースは役に立っていないんじゃないかとかっていう,ふうにです、ね、言われてしまいましてあの予算がなくなるみたいなことがありますので、まあ、あの市民の皆さんもです、ねまあ、もしこういう機会がありましたらぜひです、ね、こういうところのが便利だったよと書いていただけるとあのこういうのは続けなきゃいけないよねという,ふうな流れになりますので1つあのお願いですけれども申し添えておきます。 はい。以上です。ご清聴ありがとうございました。何か。